次に赤嶺政権君。委員長。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政権です。今日は日米両政府が今年7月に改定した米軍機事故のガイドラインについて質問をいたします。外務大臣に伺いますが、今回の改定ではまず適用範囲のところで既存の日米合同委員会合意に影響を与えないということがわざわざ書き加えられています。何のためにこのようなことを書き加えたんでしょうか。鈴木北米局長。お答え申し上げます。政府といたしましては、沖縄をはじめとする地元の負担軽減に全力で取り組んできております。米軍の運用や地位協定をめぐる課題について一つ一つ前に進め、中期住民の皆様の負担を軽減していきたいというふうに考えております。今般のご指摘のございましたガイドライン、7月に改正いたしましたが、これにつきましては今申し上げたような考え方に基づきまして、これまでの事案における課題等も踏まえ、日米間の強固な信頼関係のもと双方が協議を重ねた結果実現したものでございます。特に内周規制線、すなわち制限区域への立ち入りが迅速かつ早期に行われることが明確になると、米軍機による事故が発生した際の対応が多くの面で一層改善されることとなり、重要な意義を有すると考えております。その上でご指摘いただきました本土ガイドラインのパラ2において、合衆国軍用航空機事故の調査に関する管轄権及び責任に係る日米合同委員会合意に影響を与えないとの言及がございますが、これは本ガイドラインは事故現場での統制に係る方針及び手続き、具体的には連絡通報体制、消防救助活動の協力、立ち入り規制の在り方等、事故現場における日米の共同による統制の手続きを定めるものでございまして、そもそも米軍機の事故調査の管轄権、あるいは責任について定めるものではございません。こういった観点からご指摘の文言は、こうしたその管轄権や責任について定めるものでないということをですね、日米間で確認的に規定したものでございます。赤嶺政権君。答弁はね、もっと端的に聞かれたことに答えるという態度を取ってください。長々と聞かれてないことも言い訳的に言ってですね、しかもですね、このガイドラインの見直しというのは、普天間基地でのヘリの墜落事故以降、私何度も取り上げてきた問題ですが、小手先の見直しで、解決する問題ではないわけです。で、沖縄国際大学への米軍ヘリの墜落や高江の炎上事故を通じて県民が求めてきたのは、日本国内で起きた事故であるにもかかわらず、日本の警察は機体の調査検証もできない、地元の首長であっても事故現場から排除される、そういう現状を改めるべきだということであります。そのためには日米地位協定と合同委員会合意の枠組みに踏み込むことが必要不可欠なことだと思います。外務大臣、なんでそこに手をつけなかったんですか。鈴木北米局長。お答え申し上げます。今申し上げましたとおりですね、これまでのいろいろなその事案、航空機関連の事故がございました。こういう事案における課題も踏まえまして、特に内周規制線、制限区域内への立ち入り、これが迅速かつ早期に行われることが明確となると、ここが大事だということを私ども考えましたので、そういう観点から今般のガイドラインの改正をしたということでございます。赤嶺政権君。事実を歪んで認識しているから、こんな小手先細工に終わるわけですよ。沖縄県は
2017年9月に日米地位協定の改定を求める要請書を政府に提出をしております。そこでは、米軍の財産が施設区域外にある場合には、日本の当局が捜査、日本の当局が捜査、差し押さえ、検証を行う権利を行使する、事故現場の必要な統制は、日本の当局の主導のもとに行う、これらを地位協定に明記することを求めています。県民が一致して要求しているのは、日米地位協定と日米合同委員会合意の枠組み自体を改めることだということを強く申し上げておきたいと思います。目の前で事故が起こり、内周規制線の問題だけなく、その事故機の捜索、差し押さえ、捜査もできない、こういうですね、これが主権国家かと言われるような事態に怒りを持っているわけですから、今回のガイドラインの見直しは、やっぱり小手先だというような、しかもそれが見直しにつながっているかどうかもわからないような内容であります。で、そこで内容について伺っていきますが、今回の改定では、事故が発生した場合の米軍による公有地や民有地への立ち入りについての規定が書き改められました。従来、日本語の仮訳では、日本側の事前の承認を受ける意図がないときは、立ち入ることが許されると書かれておりました。ところが、英語の成文では、without prior authority、つまり事前の承認なく立ち入ることが許されると書かれておりました。成文の英語と日本語の間で明らかに違いがあったわけです。で、仮訳では、事前の承認を得ることが原則で、その意図がないときに限って、立ち入りが許されることになり、そして成文では、承認そのものが必要なくなってしまう、その矛盾を私は2005年の合意当時に取り上げました。ところが今回ですね、英語の成文の方ではなく、仮訳の方が書き改められたわけですね。日本語でも事前の承認なく立ち入ることが許されると明記をされております。しかし、考えてみたらですね、改めるべきは、まるで事前の承認など必要ないかのように書かれていた英語の成文だったはずです。それを日本語も英語の成文に合わせてしまった。なぜ英語の方を改めなかったんですか。鈴木北米局長。お答え申し上げます。ご指摘いただきました箇所、これはですね、米軍機が米軍の使用する施設区域外にある我が国の財産に墜落したり、または着陸を余儀なくされた場合の緊急事態についての基本的な考え方を述べたものでございます。このような緊急事態において、緊急を要するときには、あらかじめその場所の管理者の承認を求める意図がない場合でもありますことから、そのような場合には、米軍の代表者が管理者の承認を得ないで、事故現場に立ち入ることができることを定められているものでございます。その上で、他の合同委員会合意との整合性等を総合的に勘案いたしまして、今回のガイドラインの改定に際しましては、過去 のこういったその文章と合わせてですね、仮訳の方を修正させていただいたものだということでございます。このガイドラインにつきましては、成文は英文でございます。英文の方につきましては、内容に変更はございません。仮訳の修正前後で、今、私が申し上げたような基本的な考え方に変更はございません。赤嶺政権君。成文と仮訳が合わない問題を2005年に取り上げたわけですよ。それはあの時皆さんは同じ意味のようなことを言っておりましたが、今回になってですね、仮訳を成文に合わせたと。合わせるなら、いとまがあるときないときという
限定がつけられているはずのものに合わせるべきだったと思いますが、それをしておりません。で、政府は管理者の事前の承認を得ることが原則だと、このように言っておりますが、ガイドラインの文言上はそのようにはなってないわけです。ただ、事前の承認なくして、なく立ち入ると、ことができると書いてあるだけです。あくまで管理者の承認を得ることが原則だというなら、日本語の方に英語を合わせるべきではないかと思います。なぜですね、今回、その成分に合わせた不正確な文言の方に合わせたんですか。鈴木北米局長。今ご指摘いただいたところ、事前の承認なくしてというところの話だかとご理解いたしましたけれども、これにつきましては、他の合同委員会の合意においてですね、おけるその訳し方ぶりと、その整合性を総合的に勘案した上でですね、考え方としては事前の承認を受ける暇間がないときという考え方に変更はないわけですけれども、これまでのその訳し方の整合性等を勘案したいたしまして、事前の承認なくしてとの、より筑後的な表現を使用することとしたわけでございます。赤嶺政権君。2005年当時は訳し方も当たってると言ってたんですよ。今になって筑後的につってね、正確に合わせたらやっぱり成分と仮訳が違ってましたという。で、私はもう一つ聞きたいんですがね、管理者の承認を得ることが原則だとこのように言ってきましたが、公表されたガイドライン以外にそのことを日米間で確認した文書はあるんですか。鈴木北米局長。お答え申し上げます。米軍機が施設区域外に墜落した場合のですね、米軍関係者の現場の立ち入りについてご指摘いただきましたとおり、その原則でのさまざまな日米間の議論を踏まえたものでございます。赤嶺政権君。そういう文書があるのかと聞いてるんです。鈴木北米局長。お答え申し上げます。事前の承認に関する基本的な考え方の日米間の、議論につきましては、例えばですね、事故現場における協力に関する特別分科会の記録というものがございます。赤嶺政権君。その特別分科会の記録について日本政府はどのように理解しておられたんですか。鈴木北米局長。今ご指摘いただきました事故現場の協力に関する特別分科会委員会につきましては、平成16年8月に起きた沖縄で起きた米軍ヘリ墜落事故を受けまして、施設区域外の航空機事故現場における日米両当局の対応のあり方を検証する目的で設置されたものでございます。平成16年9月から5回の会合を開催しておりまして、現場統制のあり方等につきましてですね、米側と協議を行い、その結果、当時、ガイドラインの、作成についてですね、日米間で意見の一致を見たものでございます。赤嶺政権君。聞いてるのはですね、日米間の意見の一致を見たのは、当時、成分で、緊急の場合は当局の了解なくして入れるということですよね。で、日本政府は当時、しかし、緊急でない場合は当局の理解が合意が必要だという解釈をしていた。そういう解釈をしたものがあるんですかと聞いてるわけです。鈴木北米局長。
ご指摘いただきました特別分科会について記録はございます。ただその詳細につきましては外交上のやり取りのために明らかにすることは差し控えたいと存じます。赤嶺政権君。私は日本側とですね、アメリカ側で米軍機事故の現場への立ち入りについての解釈も非常に齟齬があると考えているわけです。ことはですね、主権の問題です。内周規制線に速やかに立ち入ることができるようになったといいますが、今までの経過からして、およそ考えられません。日米間の合意についてですね、文書があるというわけですから、それを提出してください。提出できますよね。鈴木北米局長。繰り返しになりまして申し訳ございません。特別分科会の記録はございますが、これにつきましては、外交上のやり取りのためですね、明らかにすることは差し控えさせていただきたいと存じます。赤嶺政権君。いつまでたってもですね、私たちが米軍優先じゃないかと、まるで、日本の主権がないような事態が、米軍機事故のですね、現場では起こっているというような疑念は全く晴れません。沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落したとき、いきなり米兵が普天間基地のフェンスをよじ登って大学構内に立ち入り、事故現場を封鎖しました。私はたまたまその時に偶然ですが事故現場におりました。一体ここをどこだと思っているのかと県民の激しい怒りが巻き起こりました。あの事態を繰り返さないためのガイドラインだったはずであります。外務大臣伺いますけどもね、管理者の承認を得ることが原則だとこのように日本政府が考えているというのであれば、ガイドラインの文言上もきちんとそのことを明確にすべきだと思いますが、いかがですか。鈴木北米局長。お答え申し上げます。ご指摘いただきました管理者の事前承認につきましては、今回改正いたしましたガイドラインにおいてもですね、米軍機が米軍の使用する施設区域外にある我が国の財産に墜落等をした場合において、急を要するときはあらかじめその場所の管理者の承認を求める いとまがないこともあることからですね、そのような場合に、米軍の代表者が管理者の承認を得ないで事故現場に立ち入ることができるというふうに、定められております。この背景にございますのは、当然、その原則としましては、その事故等が発生したときに、管理者の承認を得た上で入るということは、これは当然のことでございます。ただ、その、いとまがない場合にはですね、こういうこともできない場合があるということでございますので、今申し上げたような表現になっているわけでございます。赤嶺政権君。原則がどこにも書かれていないんですよ。その原則以外のことを書かれていて、当然、その当事者の当局者の理解を、了解を得るということが原則というのであれば、ガイドラインに書くべきではないですかと、外務大臣、そのことを聞いてるんです。鈴木北米局長。たびたび繰り返しになって申し訳ございません。私どもとして、しましては、もう当然のことでございまして、その上で、今回、共同で日米が共同になって一緒にどういう形で統制をしなくちゃいけないのか、その手続きを明確化するためにこういういとまがない場合についてですね、ちゃんと書いておいた方がいいだろうということで書いたものだということでございます。赤嶺政権君。原則が見当たらないことを問題にしているわけです。いとまがないときにというのは2005年の成文ではすでに書かれているわけであります。もう一点伺いますけれども、今回の改定では、日米双方の当局、または地元の当局が
環境調査を行った際に、その結果を日米合同委員会の枠組みで共有することが盛り込まれました。2017年の高江の炎上事故では、沖縄県による内周規制線内での立ち入り調査が認められたのは、事故発生から、6日後、米軍が汚染された土壌を持ち込んだ後で、ありました。防衛大臣に2点伺いますが、米軍は汚染された土壌の調査結果をいつ取りまとめ、それはどのような内容だったんでしょうか。それから、嘉手納のパラシュート降下訓練の例外に当たる場合について、日米合同委員会合意議事録、公表するために米側と折衝するという答弁がありましたが、この点はどうなったんでしょうか。2点お答えください。河野防衛大臣、時間超過してますので、はい、まとめてください。この事故の調査報告は、民間企業が委託され、平成30年4月に米軍に報告したものと承知をしております。合意議事録については米側と調整をしております。上野政権君、終わります。次に串田誠一君。はい、日本維新の会